サラマンダーズから届いた2枚の資料。そこにはマスコットキャラクターサラマル緊急会見、さらにスポーツ紙には熱愛発覚の文字が。今日緊急会見の会場となった熊本市のホテル、少し恥ずかしそうに登壇したサラマルが語ったのは、このサラスポの号外の内容は事実でしょうか？前にも出せますか？はい、すべて事実ですということで。事実同様ですね。なるほど。お付き合いをされてるんですかね、それともお友達なんですかね。はい、真剣にお付き合いをしているということで。はい、サラマル、彼女ができたんですね。熱愛報道を認めたサラマル、そのお相手とは。サラマルが今、サラマンダーズの新マスコットサラミちゃん。仲睦まじい様子の2人、今後について聞かれると、今後ご結婚とかって。あ、サラマル早いですね。あ、サラミちゃん、サラマルすぐしたいとのことなんですけど、サラミちゃんちょっとまだわからないということで。さらりと交わしたサラミちゃん、来月5日の試合でファンへのお披露目となります。ところで、今年5月に NPB の2軍戦への新規参入を目指す方針を表明していたサラマンダーズ、運営費確保のため7月中旬をめどに新たな株主を探していました。しかし資金調達が間に合わず、昨日参加申請を行わないことを発表しました。